今回紹介する商品はこちら、海鮮ごま漬け丼、3692円で購入しました。コストコのお寿司コーナーには握り寿司の盛り合わせとかね、こういったチラシ寿司、いろんなバリエーションで販売されてますけど、この海鮮チラシ寿司系の商品で新しくね、商品が出ております。コストコの海鮮ちらし寿司ってもう見た目もすごい豪華でね、コストコのシーフード、うまいものを全部こう合体させたアベンジャーズみたいなね、そういった食べ物なんですけど、もうこれ買っとけばね、大抵の人は満足できるんじゃないかってくらい豪華な商品で、最近まで発売されてた海鮮ちらし寿司とパッと見ね、変わらないんですけど、ネタもね若干違ってたりだとか、あとタレがね、これごまだれになってますので、魚介の臭みなんかもね、うまくカバーされてより食べやすい仕様になってるんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ美味しそう。それでは海鮮ごま漬け丼紹介していきたいと思います。まずラベルの情報ですね、確認していきたいと思います。 100g あたりのカロリーは 173kcal ですね。 PFC は 9.6×5×22.3、 内容量は 1431g ですね。 100g あたり258円で、価格3692円、消費期限は本日11月8日までとなっております。売り場の方にこれ含めて6つほど並んでましたけど、価格帯は3690円から3700円台の中盤あたりで、もうほぼね差はなかったですね。内容量は 1.4 キロ以上は入ってるっていう感じでした。 100g あたり258円という価格なんですけど、以前販売されてたものとこれは変わらないので、新商品になったことで価格も上がってるっていうことはないです。蓋の方開けてみました。このごま漬け丼に使われてる海鮮ネタなんですけど、サーモン、ブリ、マグロ、イクラ醤油漬け、マダイ、イカになります。エビが入ってないんでね、甲殻類アレルギー持ってる僕としてはかなり助かります。であとはね、青ネギと大葉がね散らしてあって、わさびが一つついてるような感じですね。今回購入分は 1431g 分入ってます。こちらのね容器の内径なんですけど、約26センチほどあります。でネタとシャリの割合はパッと見1対2ぐらいの感じですかね。シャリの部分が見えないぐらいがっつりネタが乗ってます。続いてトータルのカロリーなんですけど、今回購入分はね 2475kcal でした。重量がね 1.4 キロ超えてるんで、その分カロリーはね、それなりにあるんですけど、海鮮がメインなんで脂質が少ないのがいいですよね。温泉卵と醤油をね、卵に少しだけ垂らしました。一口目はね、そのままで。まあ、ネタは前のとほとんど同じなんですけど、タレの味が全然違いますね。このごま漬け丼はごまの風味もあるし、あとだしっぽいかな、だし醤油みたいな、そんな味がしますね。バリューマ、酢飯がギュッと押し付けられてるんで、結構シャリの部分は硬いんですけど、まあこの具がねいっぱい乗ってるんで全然気にならないです。卵のとこ、まそのまま食べてもね全然美味しいんですけど、卵準備できる方は絶対用意しておいた方がいいです。うまっ。で醤油は、まあ、なくても全然いいんですけど、風味付け程度であった方が個人的には好きですね。握り寿司とは違ってこのネタが一つ一つ小さいので、一口一口ね味わいが変わってきます。いろんなネタが口に入るんでね、食感も違うし。
このごま漬け丼のいいところは、エビが入ってないところですかね。個人的にはそこがいいですね。めちゃくちゃ食べやすいです。今までのはね、エビを避けて毎回食べてたんで、それ地味にめんどくさいしね、間違って食べるとアウトなんで、その作業全くいらないっていうのはね、すごく安心して食べれますね。で、このイクラのね、粒、結構こう盛り付け的には固めてあるんですけど、この部分が塩味しっかりあるんでね、一番こう塩気を感じるんで、食べるときは全体にイクラを散らすといいと思います。こういう風にね、まとめて食べると結構しょっぱいですね。イクラをうまいこと散らせば醤油も全くいらないと思います。シャリは結構硬いかな。ギュッと本当押されてるんでね、なかなかほぐれないですし、そこの部分で好みはなんか分かれそうな気はします。このままでね、完成してる食べ物だとは思うんですけど、あとはお好みでなんか海鮮ネタをね、入れてあげたりだとか、食べ方をちょっとアレンジする。例えば、なんやろ、バーナーで炙ってね、炙りサーモンちらし寿司みたいな感じにしても美味しいと思うし、あとは海苔があったら、それで手巻き寿司みたいな感じで食べることもできますし、食べる人の、食べる時のアイデア次第で満足度がどんどん上がっていくタイプの食べ物ですね。商品タイトルでごまの漬けみたいな感じになってるけど、そんなにこうごまごましてないです。むしろひらめき海鮮ちらし寿司のタレの方がごま油の感じがね、ガツッとくる気がするので、ちょっとでもごま油の風味が入ってて苦手っていう方はね、前売ってたちらし寿司っていうのは食べにくかったと思うんですけど、そのごま油の風味がない分、今回の方が食べやすいと思います。普通に食べててもシャリがどんどんなくなってネタが余るような感じになりますね。相当具材多いです。おいしい。ということで、今回は海鮮ごま漬け丼の紹介でした。ぱっと見最近まで販売されてたきらめき海鮮漬けチラシと同じような感じなんですけど、この漬けダレがやっぱね、味全然違いますね。ごまの漬けダレになってることで、やっぱこのごまの風味がね、海鮮の嫌な部分を消してくれますんで、なんか直でこう魚介のマイナス部分を感じずにね、美味しく食べれると思います。前のものはね、ごま油の風味がふわっとしてたんですけど、それが一切ないと言いますか、だし醤油みたいな、そんな感じでね、個人的にはこのごまの漬けダレの方が食べやすいなと思いました。あとネタに関して言うと、この海鮮ごま漬け丼になってからエビがなくなったんでね、個人的にはそこがすごく食べやすくなりました。アレルギー持ってると、やっぱこの海鮮漬けチラシは確定でね、エビが入ってたんで、以前のものはね、選択肢に入らなかった方も手に取りやすくなるんじゃないかなと思います。まあでもどうなんでしょうね。エビアレルギーの人の方が多分割合としては少ないはずなんで、アレルギーに優しくなったということで、個人的にはさらに評価が高いという感じです。サーモンとかブリもね、脂乗ってるとこが大きめに切り出してあるんで、すごく満足度高いです。イクラもね、惜しげもなくこう全体的に乗ってますんで、これ一つでもう満足できる商品なのかなと思います。これまでね、お寿司買うってなったらバラエティ盛りですね、50貫の盛り合わせばっかり買ってましたけど、今後はね、こっちも買う機会が増えそうかなと思います。これから年末に向けて、家の食事でも忘年会的な感じでね、なんかパーティーっぽいご飯食べること多いと思うんですけど、そういった時にぴったりなメインの食べ物だと思いますので、ぜひ食べてみてください。昨日のお昼の時間帯にですね、北九州倉庫店の方をパトロールしてきたんですけど、北九州の方は昨日の時点では海鮮ごま漬け丼は出てなかったですね。前のお寿司が並んでました。店舗によって出てくるタイミングっていうのはね、ややばらつきがあるので、もし今出てない店舗でもそのうち店頭に並ぶと思います。残り半分お寿司残ってますんで、今日の晩飯はね、ちらし寿司出して、あと適当にスープとか作って、済ませようと思います。
で、本編と関係ないんですけど、本日11月8日はですね、この秋に発表されたアップル製品ですね、 Mac とか iPad とかいろんなものがね、高速でも発売開始になりました。で、店頭のところにもね、 Apple コーナーには新製品のディスプレイがこうされてたんですけど、僕が狙ってたね、 Mac miniも置いてありまして、 M4 チップ搭載の Mac mini ですね。メインの PC 今 MacBook Air のね2020年版、今からもう4年前とかになっちゃうんですけど、そろそろね、最近特に編集中もね固まったり書き出せなかったりとかっていうのが頻発してて、ちょっとどうしようかなって考えてたんですけど、 Mac mini いいなということでね、ちょっと考えてます。コストコで買える Apple 製品っていうのはね、一通り揃ってるんですけど、 PC とかそういったものはですね、スペック的に言うともう吊るしのモデルの一番安いやつ、一番下のやつなんですよね。スペックをこうメモリ上乗せしてストレージを増やしてみたいな、そういった買い方はできないんですけど、とりあえず端末が欲しいみたいな場合はね、安く買えます。公式サイトよりも 10% 未満の値引きにはなるんですが、普通に買うよりかは確実に安いですね。 Apple Care も別で入れば保証の面もクリアできると思います。僕は Apple Care はつけないですけど、ちなみに最新の M4 チップ搭載の Mac mini の価格なんですけど、一番下のスペックのやつで87,800円でした。94,800円なんですよね、公式サイトで買うと。なんで単純に7000円安いということですね。コスパ重視、最重視されている方は断然買いですけど、多分他の電気屋さんとかで買ったりとかするよりもお得なんじゃないかなと思います。先日発表された最新の端末と、あとね M3 チップが入って MacBook Pro とかね、そういったものも2万円とかそんくらい安くなってましたんで、それもねやっぱ吊るしのモデルですね、スペック的には低いんですけど安くなってますので、ガジェットとか好きな方はですね、ぜひコストコ行った時に Apple コーナーチェックしてみてください。ということで今回の動画は以上になります。このチャンネルではコストコで買ったものをおすすめ商品、新商品いろいろと紹介してますので、よければ過去の動画もぜひチェックしていってください。今回紹介した海鮮ごま漬け丼を買ってみようかなと思った方はグッドボタンで教えてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録まだの方はこちらのアイコンから登録できますので、ぜひお願いします。それでは。